ボビオは、イタリア共和国エミリアロマーニャ州、ピアチェンツァ県にある、人口約3600人の基礎自治体、トレッピア側の渓谷に位置し、ピアチェンツァの南西となる。同盟の修道院と、市教区がある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。括弧内の PV は、パビーヤ県所属を示す。古代には、ボビウムないし、イボビウムと記された。 アイルランド人の聖コロンバヌス・コロンバナスが612年から614年の間に修道院を設立。ボッビオ修道院は中世における知識の集積地の一つであり、当時としては大規模な図書館があった。15世紀になると、蔵書の分散により、集積地としての立場を失う。2014年に始まったボッビオ市教区は1986年9月30日に、 ジェノバ大司教区下に置かれる。1989年からは、ピアチェンツァ司教区と合併し、ピアチェンツァ・ボッビオ司教区となる。1748年からは、サボイアの一部となる。1944年7月7日に、イタリアファシスト党政権に対する、レジスタンス勢力により占領され、自治政府が樹立。8月27日まで続き、ナチスドイツによって、 攻撃を受ける。ボッピオには、以下の分離集落がある。イタリアの最も美しい村クラブカメーコムーネである。中世に大規模な図書館があったボッピオの修道院は、ウンベルトエ子コの小説、バラの名前に登場する、修道院のモデルとなっている。ただし、同小説の映画版のロケは、ドイツヘッセン州エルトビレアムラインの首都会、エーバーバッハ修道院だった建物を用いている。 二つの博物館が修道院に隣接してあり、一つは修道院運営、もう一つは市の運営によるもの。一般的にはサンコロンバーの修道院と呼ばれる。ストーンアーチ、ブリッジオーバーザトレビアリバー280メートルもある、石の端ポンテベッキオがある。11個の不均衡なアーチからなり、1196年より前から存在していた。古代ローマ起源だと言われている。 その形状から、猫背の橋と呼ばれている。また、聖コロンバヌスがサタンを口車に乗せ、川の氾濫で破壊された橋を人世にして、再建させたという伝説に由来して、悪魔の橋とも呼ばれている。マラスピナ・マラサッピニャ城は1304年に建てられた。ありがとうございます。